回この面倒さの立ち上がりを捉えます。先頭上林が初球ヒッティングはセンター前、その後ツーアウトランナー三塁一塁になって5番の DH 吉田正尚、この打球がセンターの右へタイムリーヒット。侍ジャパン初回1点を先制します。そして先発今永素晴らしい立ち上がり、先頭のロバーソンの三振、ペーニャもこのチェンジアップ、面倒さもストレート、まあ、素晴らしかったですよ ね、ボールのキレ、勢いというね、はい、3者連続三振、4回の侍ジャパンです。ワンアウトランナー2塁1塁でバッター8番のスタメンマスクの甲斐、このボールをうまく逆方向に持っていきます。ライト前タイムリーヒット、2点目が入ります。この辺りまでは、まあ、日本のペースではあったんですが、ただその後のチャンス、まあ、ここで上林が三振、石川も三振と追加点が奪えません。このイニングですよね、1点で終わってしまいましたからね、はい、4回2アウトランナーなしから山岡からメネセス右中間へ、これもフェンスの上の方に当たるツーベース、2アウトランナー2塁、しかし山岡がその後フアレスをチェンジアップで三振に打ち取ります。緩急差をつけてきました。6回ワンアウトランナーなしで、さあ19歳村上がセンターに打ち返して、これがヒット、まあ、その後小林が初球打ったんですかね、これね、セカンドゴロ併殺だ。463とボールが渡ります。その6回のメキシコ、高橋玲からメネセス、ここはセンターへ、これも強振しませんでした。これでランナー3塁1塁、そしてフアレスが詰まりながらも1、2塁間しぶとく破って、これがタイムリー2対1。さあ1点差、7回ランナー一塁に置いてソリスが右方向右中間、これがタイムリーツーベースヒット、2回に同点にメキシコ追いつきます。さらにロバーソンが続いて、これが三塁頭上を越えていく、タイムリーツーベース、ソリスが懸命に走ってホームに帰って、これで逆転に成功、3対2、メキシコリードを奪います。さらに8回梅野から先頭バッターメネセスが、今度はセンターの頭の上、これもフェンス直撃、今日4安打ツーベースが3本、その後クルーズが左中間、これがタイムリーヒット、4点目が入って4対2。さあ2点追いかけて9回ランナー2人を出したんです日本代表、サンチェスから上林ライトへ、ランナースタート切っていました、ファーストランナー強打もセカンド狙って、これがタッチアウト、これで試合終了4対2。さあこのシリーズまずは初戦日本を敗れました日本、破ったのはメキシコ、逆転勝利という今日のゲームでした。